こんにちは、ジャズです。ということで、本日は昨晩で合ってるかな？乃木坂46ちゃんの34枚目シングルの選抜発表があったということで、そちらのリアクションを皆さんにお届けしたいなと思います。本当に、まあ、またエンディングでね、ちょっといろいろ話すけど、もうね、選抜発表の前はもうドキドキって感じで、その乃木中の本編も面白かったんだけど、やっぱもうね、選抜発表っていう言葉だけですごいドキドキしたし、ね、って感じです。ぜひ最後まで皆さんご覧ください。ぜひご覧ください。年内チャンネル登録者数様2000人様を目指しております。JK オタクのあちらちと申します。この動画が少しでも良かったなって思ってくださったら、チャンネル登録していただいたり、他の皆さんに共有とかシェアしていただけたらとっても嬉しいです。どうかよろしくお願いします。それでは、レッツゴー。かわいい。なんかめっちゃドキドキする。え、ほらダブルセンターじゃん、ダブルセンターじゃん。え、早くなりチェックはずきとこ、さっきせおー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 、両方の、あ、すごっ、ね、かわいい、めっちゃ笑顔。ゆうきちゃんとなおな、え、今何人って書いてあった？20。ダブルセンター、この間選抜予想で誰予想したかもう思い出せないね。あ、またチェック頼む。おおおお、すごい、発想がつなごめん、ちょっと止まってられなくて。頑張ってたもんね。すごい頑張る。え、すごい嬉しい、こんなにチェックが向かい発里奈ちゃん、クロミンの3人が初選抜、うん、全員選抜制にしてくれないもんかな。おお、そうだな。うわー、朝日見てた今。うわー、でも葉月ちゃん、ユタちゃん真ん中じゃなかった。だね、なぎちゃんだったね、うん、やっぱりいつもあそこに、ダブルセンターの時あそこにね、そうね、久保下の時もあそこにいたよね。ちょっと葉月は感動ねえ、やっぱり頑張ってたもんね。25人ぐらいにしてくれればねえ、まあでもそしたらあんだん、そうね、少なくなっちゃうからね。そうだね、あんだんは誰がセンターなんだろう。そうだね、それもあってカッキーは休んでたのかなかな、うん、だといいね、いい充電になったんだといいけど、心配だね。まあでも2人だから、そうね、2人で支え合って、うん、前のシングル2人でカップリングやってた、うん、だからね。あ、どんな曲になるんだろう。マグパックとシンク、どんな曲になるのかな、ね、冬っぽい曲かね、かっこいい曲かね、かっこいい曲かな。なんかいつかできるから今日できるとか、帰り道系を見てみたいかも。なるほどなるほど、そういうなんか爽やかな感じというか、わー、そういう気がいいな。あ、で、どうなんだろう、バースデーライブの、あ、2月だからの時どうなるんだろうね。新しくシングル出すのか、そこではもうこの34枚目が新曲なのか、スタイルやっていくのか、どうなんだろうね。まあ、やばい、
楽しみ、衣装が楽しみ。そうだね、どんな衣装になるんだろう、ね、MV も楽しみだし、また聖地巡礼行こうね。やった今度ドライブなんじゃない、もしかしたらドライブ、いろんな場所で撮影するかもしれないから、電車じゃなくてドライブになるかも、ママの運転で。やばー、あー嬉しい。そのアンダーになっちゃって寂しい子もいるけど、あー月は嬉しすぎるわ、ね、ちょっと泣いちゃった、ちょっとね泣いちゃったよね、うん、ちょっと泣いちゃった、ちょっとうるっとね、だいぶうるっときちゃった。桜の可愛い制服、乃木坂野球部、やんちゃん今お休みしてるけど全員先発だ。ほんとだ、また鳥肌。乃木坂野球部の力はすごいね。すごいね、頑張ってるもんね。この子どんどん可愛くなってるな。前にスカットジャパンで出てたよね。そうそのれんちゃん印象的だった、胸キュンスカットだかなんかに出てた、うん、出てたね今かわいい、ほのちゃん、ほんとほのちゃん好きよね。うん、大好き。桜田さんはほのちゃん一択。はい、もう良かったです、頑張ってほしいです、楽しみです。いおきちゃんちょっと新芽だなって、ね、呼んでもらって絶対あれいおきちゃんいたからめっちゃ笑顔だったんだろうね、なおの超可愛かった。新芽なんだなやっぱり、ね、身長的にもね。そうだね、うん、綺麗に見えるだろうし、うん、みんな無理しないでほしいんだけどね、うん、5期生も今大変だろうから。5期生ね、やばいよね、だいぶね、だいぶやばい、だいぶね。お疲れ様でした、寝よう寝よう。お疲れ様でした、寝よう寝よう。いやなんかね、泣いちゃう、わかる。あずきちゃん、前回のれのちゃんでも泣いちゃったけど、うん、選抜が全てじゃない、うん、じゃん、うん、アンダーだってアンダーライブとかもしてさ、うん、かっこいいしね、アンダーライブね。そうだけどやっぱ松田ちゃん好きだわ、かわいいね。あ、お正座してもらってよ、早いね、珍しい。おかえり、うん、おかえり、見た、今見てる最中で、あ、もう見てる、メンバーは、あ、見た、くっつくでしょ、うん、ねえ、はじゅき、あ、おめでとう。なんかさ、乃木坂役部すごいね、もう、ね、今 ね、やんちゃんはまあね、あれだけどさ、まあ、普通にね、ね、企画が意外だったけどね、あー、最高、ドキドキ、あー、嬉しい、どうしてんだろうなと思って、仕事早めに行くようにし、あ、ナイス、はい、という感じで皆様いかがだったでしょうか。いやーもうね、ドキドキハラハラって感じでさ、ねーもうほんと涙とうわーって、もういろんな感じで本当に胸がいっぱいって感じなんだけど、30番目の期間も選抜アンダーとか関係なくみんなで頑張ってほしいなって思うし、本当に柿作のダブルセンターだとは思ってなかったから、びっくりと同時に楽しみだな、どんな曲になるのかな、どんな衣装なのかな、どんな MV なのかなって、特に衣装が気になってたりもする。だけど本当にみんな無理をせず、体を体調崩さず、年末にかけてねまたお仕事忙しくなると思うから、無理せずに頑張ってほしいなって思いますね。楽しみだね、とっても楽しみ。ミーグリのさ一時があったでしょ、34枚目のやつ応募しようかなって迷ってたんだけど、まあ、新座物が外れたっていうのもあって応募したんですよ。そしたら4枚全部当たって、ちょっとそれは2月だからまだまだ先、その皆さんにこんな感じだったよってお届けするのはまだまだ先なんだけど、本当にドキドキワクワクって感じがしてます私は、はい、という感じで最後まで見てくださってありがとうございました。この動画少しでも良かったなって思ってくださったら、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてプラスな拡散もぜひよろしくお願いします。33枚目お一人様天国の選抜発表から時が経つのが早いなって感じてます。その時期から見てくださってる方ももしかしたら少ないのかなとも思うし、今ねこうしていろんな方が見てくださってるのに本当に感謝してます、ありがとうございます。夜中だからってビジュ全然気にしなくてごめんなさい、本当にごめんなさい、すいません、ちょっと前髪が邪魔だったんですね、許してください、ごめんなさい。という感じで年内チャンネル登録者数様2000人様目指しております、 JK オタクのあつるっと申します。本当にあと2ヶ月もなくてすっごい内心焦ってます。だけど皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思っているので、ちょっとでも良かったなって思ってくださったらチャンネル登録していただいたり、いろんな方にシェアしてくださると嬉しいです、どうかよろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバーイ。週末ライブ配信する予定です。バイバイ。